この動画では工具の原材料である鉄が工具の原型となるまでの鍛造工程にフォーカスしてトップの工場を紹介していきます。鍛造工場では11名のスタッフが勤務しています。工程別に分かれて円滑に工場を動かしています。まずは原材料、丸棒と呼ばれる鉄の棒を形を変えることができる温度まで熱していきます。温度は1000度以上。手作業で炉に入れて加熱するやり方と、ビレットヒーターという機械に入れて電気で加熱する方法、2通りあります。次は加熱された丸棒をハンマーで叩いて工具の形に成形していきます。製作する工具の金型をセットし、丸棒にドンと圧力をかけて成形していきます。一定のリズムを刻みながらステップごとに成形していきます。鉄はこの間にも冷めていきます。まさに鉄は熱いうちに打てですね。成形した型の周りには余分なバリが出ます。この工程ではバリを取り除いて製品部分だけ残します。取り除いたバリは回収しリサイクルされます。成形したものはこのまま冷まして工具の原型の完成です。